フリーダムスポーツ第170回、今回は福島牝馬ステークス G3 競争の予想をしていきたいと思います。まず今回の予想のポイントなんですが、小頭数なんでね、シンプルに、力量の比較をしていったり、格より調子ということで、金層調子が良さそうかどうかということを重視していきたいなというふうに思っております。というわけで今回の特集は想定4番人気5枠5番電光安寿、去年の3着馬ですしね、その後も成績安定している、つまり福島適性もあってこのコースで牝馬の中でも上位に来れてた馬、安定して、結果を出している馬ということで、まずは特注でいきたいと思います。そしてここからは上から順番に想定1番人気6枠6番フローレスマジック、ディープインパクト3区の両欠馬、前走接戦ですしね、この馬も昇級3戦目で、なかなかオープンクラスに慣れてきてということで言えば狙い頃かなという気はしています。そして想定2番人気3枠3番ランドネ、これもね、昇級3戦目なんですけどね、2頭とも同じ感じで、準オープンを勝ち上がって2つそこそこ接戦でやってきて、ここ3戦目でこの辺どっちが上に来るかなと、1番人気2番人気やっぱり信頼を受けるのかなという気はしています。そして想定3番人気外枠8枠10番ダノングレース、この馬はね、逆にまだちょっとオープンで走ったわけじゃない、昇級したばっかりの馬なんでね、経験値という意味では一つ足りないのかなという気もしますし、外枠もどうかなということでこれは消しでいきたいと思います。そして想定5番人気4枠4番川北演歌、この馬ね、去年2着馬で逃げれば面白いかなとは思いつつも、その後の戦績がね、随分落ちてきているということを考えると、牝馬は格より調子なんて言いますから、ここは、適正って意味ではね、上位なんですけどね、格より適正とも言うんでね、そこら辺では上位なんだけれども、ちょっとここは消しでいこうかなという気がしています。そして想定6番人気7枠8番ウィンファビュラス、この馬のスピード指数とかね、持っているその辺を見てみると、前走だけちょっと数字が悪い、つまりちょっとね、前走大きく負けてるのは展開が向かなかったみたいなところがあるのかなと考えると、その前安定して戦績残してますから、その数字なら、ここでも十分通用するということで買いでいきたいと思います。そして7番人気2枠2番カレン・シディエージョ、前走ね、昇級して勝ってきたわけなんですが、1000万条件を重馬場で勝ち上がったってことを考えると、今回はね、そんなに馬場も悪くならなさそうですし、平坦小回りこそ向きそうなものの、少し力が足りないのかなという気がしています。そして想定8番人気8枠9番ミッシングリング、この馬ね、ダートでオープン入りした後、交流重賞4着、交流重賞の場合はね、4着ったって JRA の馬の数が知れてるわけですから、ある意味大敗と言ってもいいというかね、少し負けたなという感じがするんで、これはね、消しでいいと思います。そして9番人気1枠1番ビスカリア、この馬も同じく交流重賞でこそというような感じなんですが、ダートでね、結果を出してきた馬、鞍上も重賞初挑戦、西村くんね、結構結果を出してきているということを考えれば、重賞初挑戦させてもらえるのは、そろそろそりゃね、1回ぐらい乗せてもらえるかなというぐらい結果を出してきているんだけれども、ダート馬ですし、逆に言えばそういう初挑戦のためにここを調整したというぐらいで、勝ち負けというと厳しいかなという気がしてしまいます。そして10番人気7枠7番ペルソナリテ、準オープンの格上挑戦なんですが、昇級3戦目、そろそろね、格上の馬ともいいレースができる頃かなと考えると、指数的にもここは狙い頃かなという形で印を残してみたいと思います。というわけで買い目としては3連複のボックスで3、5、6、7、8、10点でね、勝負をかけたいと思います。そんな感じでまた狙っていきますので、チャンネル登録、メインのね、フエガム TV、そしてこちらのフエガムスポーツ、ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。